はい、こんにちは、谷崎哲太郎です。今日は海洋プラスチック問題を扱った映画プラスチックの海という映画を紹介してみようと思います。いや、海洋プラスチック問題っていうとね、魚の網に絡まったウミガメであるとか、プラスチックを飲み込んだ海鳥なんかのね映像があって、まあ、動物愛護的にかわいそうなんていうようなねイメージを持ってる人も多いと思うんですけれども、実は海洋プラスチック問題っていうのはそういう生態系の問題という以上に化学物質の問題ということで、実は環境を汚すというよりも僕たちの健康被害が大きくなるよっていう、そういうようなことが描かれている映画です。この秋公開が始まったばかりということで、全国順次公開されていくんじゃないかと思うんですけれども、とても重要な映画なんで今日は紹介してみたいと思います。まあ、プラスチック問題、日本でもだいぶ関心が高まってきたとはいえ、この世界的に見ると日本は関心がかなり遅れている国の一つです。ヨーロッパそしてアメリカではとても大きな社会問題になっていて、企業もこれを無視して経済活動ができないんじゃないかと言われるぐらい深刻な問題になっているんですね。ペットボトルの水をアメリカ中に供給するためには1年間に2300億リットルの石油が使われると言われています。そしてその9割が使い捨てられる。1年間で380億本捨てると言われています。それが200万トン分の埋め立て地を必要としている。1人年間136キロと言われているような膨大なこのプラスチックの使用量なんですけれども、まあ、そのほとんどがこの地球上に残っているという状態なんです。ペットボトルだけじゃないですね、世界で3億トンと言われているプラスチックの使用量なんですけれども、その半分以上はやはり使い捨てられている。2050年には地球の人口が100億に達すると言われてますけれども、そうすると現在の3倍の使用量になるんじゃないか、このままでいくとですね、と言われているんです。このテトラノートの中でもね、プラスチック問題、プラゴミのことであるとか、何度か伝えてきてるんですけれども、まあ、この映画は現状、そしてどうしてそういうものが生まれるのか、僕たちの健康にどういう影響を与えて、それをどうやったら解決できるのか、その取り組みなどがこの分かりやすく紹介されている映画なんですね。この映画、最初はこの美しい海のシーンから始まります。体長25メートルを超えるという大きなクジラが悠々と海を泳いでいるシーン。クジラというのは一度に7万5千リットルの水を一気に飲み込んで、そしてその中のオキアミとかプランクトンをこう腰取って食べていくわけですけれども、その時に大量のこのプラスチックというのを飲み込んでしまっている、そんなシーンから始まります。潜水艦で海底の底までこう調査をしてみると、そこにもプラスチックゴミの山、地球上のありとあらゆるところにこのプラスチックゴミが捨てられて広がって、そんな姿が描かれてるんですね。このプラスチックゴミっていうのは、まあ、そんなに簡単には分解されないわけですけども、細かく波や紫外線などでこう細かく砕けて、こうマイクロプラスチックという状態になるんですね。マイクロプラスチックをこの小魚が飲み込んで、それを大きな魚が飲み込んで、食用の魚というのを調査した論文によると、その 25% の中から化学物質というのが検出された、まあ、そんなことがこの映画で描かれています。そしてその化学物質というのが赤身や脂肪の中に入って、我々の食卓にも入ってきている。僕たちのこの血液の中に溶けた化学成分というのがまた入ってきているわけですね。そのプラスチックの海の中で泳いでいるのは我々人間だって、まあ、そういうような話なんです。人間を含めた生物全体がプラスチックの製造が由来になった化学物質に汚染されている、まあ、そういうようなことが描かれているんですね。映っちゃうよ。なんかね、まあ、公園の子供たちが今いますけれどもね、このプラスチックの海というようなものを超えて、この海だけではなくこの大気にもこのプラスチックの由来の汚染が広がっている、まあ、プラスチックスモッグと言われているようなものですね。昔このダイオキシンの問題とか環境ホルモンの問題というのが話題になったことがあったんですけども、今このダイオキシンっていうのはプラスチックを燃やすときに高熱で処理することによってこのある程度抑制されるってことが分かってきているので、最新型のこのゴミ焼却炉というのは有害物質がなるべく出ないようになってきてるんですけれども、途上国であるとかそういうところはこの燃やしたプラスチックっていうものからの有害物質っていうのを吸い込んで、多くの人が健康被害を訴えている。僕も取材に訪れたことがあるんですけど、ツバルという島、
小さな島で温暖化で沈むと言われてるんですけども、その島にはこの焼却場がないんですね。1970年代に南太平洋の小さな国は独立したんですけれども、それまではココナッツにしてもヤシにしても生活のすべてのものというのは海に捨てればその自然の中に帰っていくもので作られていた。しかし海外からやってきた様々なプラスチック製品というものにその島はまみれていって、この小さな島なんですけども、島の端の方からどんどんゴミの島になっていくっていうね、状態。僕もこれ現地で見ましたけれども、それがツバルだけじゃないですね、フィリピンもそうですけれども、現在の途上国でもまた起きている。それ以外にもこういった化学物質というのが僕自身の日常生活の中にこう入り込んでますよね。ビニールラップであるとかプラスチック商品のパッケージ、そういったようなところからこのプラスチックの化学物質が溶け込んでいて、その危険性っていうのは様々な形で指摘されてるんですけど、まだこれ解明されきっていない。これ様々な諸説があるんですけれども、日本はどちらかというとプラスチックの化学物質に関しての危険に関しての意識は低いので、ネットなんかを見ていてもね、全然大丈夫だ、問題ないんだっていう、そういう言説が多いんですけれども、世界的にはプラスチックからプラスチック由来のその化学物質、エストロゲン活性と言われているような物質ですね、代表的なものだと BPA とか BPF とか BPS というように言われている、そういう化学物質ですね。かなり規制が進んでいって、アメリカなんかでは BPA フリーというそういう表示のものもあるんですけど、日本ではほとんど知られてないですよね。これ世界的に見ても僕たちの体、日本人の中から、排出されるそういう多化学物質の量というのは際立って高い数値が出ているということが知られています。これ我々あんまり関心がないからなんだと思うんですけど、この映画ではこのプラスチック問題をどうやって解決したらいいのか、その先進事例なんかも、紹介されています。ソーシャルプラスチックという言葉があります。プラスチックを回収してそれをブロックチェーンの地域通貨として利用していく、そういうプラスチックバンクの取り組みなんかも紹介されています。その他にもポリ袋を禁止したルワンダの取り組みとか、ペットボトルを回収するとお金に換えてもらえるという仕組みを確立したドイツとか、そういった先進事例が紹介されているのも見どころの一つで、これからの社会がどういう方向に進んでいくのかということが見える化されているのもとてもいい映画です。この SDGs 時代、この必見の映画かなと思いますけれども、 SDGs という言葉を聞いたことがある人はこのプラスチック問題っていうのを知ることによって、これからのあるべき社会の、姿を考えていけるんじゃないかなと思うので、この映画おすすめです。11月からこのアップリンクほか全国で順次公開ということなので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ということで今日のテトラノートはプラスチックの海というユナイテッドピープル配給の映画を紹介しました。ということで今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。